よし、じゃあまずエレキからいくか。宇宙から来るの？なんか珍しいな。まあ誰も死んでねえからいいや。サボ早くね？右だな。右終わらせれば。黙ってくれー。オッケー。白は右では見てねえな。レンジが発見と。いや、水色怪しい、アラーとか言うの。インポスターだったら俺もたまに言うからな。リアクター十字路。黄色か、そのくらいか。アドミンは誰も見てなさそうなんだよな。まあ浮いてんのはそうだね。あんまなさそうだと思うけどな。
弁当あったらコーラも全然可能だし、黄緑も可能か。弁当だったらカフェに逃げそうだけどな。いや、わかんねえ。セルフかな。いや、ねえと思うけどな。容疑者呼んだと釣れねえわ。ドア閉めもねえな。まあ普通に助け合っていくか。すんげえ簡単。なんか誰も死んでなさそうなんだよな。エレキか。あ？水色じゃん。いや、A はちょっとくせえよ。死体と水色しかなかったわ。オレンジが見ててくれたからまあいいわ。あ、いやいや、カチカチって。いや、6人だからこれは水色釣りてえな。誰もカチカチするやついねえし。左から黄緑、右から俺。で、配電盤に死体と水色だから、もう水色だわ。そこしかないよ。だってカチカチって邪魔するやついねえのに。いや、もうそれ自体が嘘だわ。
アドミンは助かるね。多分切った瞬間なんだろうな。いやー、ギリギリ見える位置でよかったわ、報告したの。いやー、すれ違ってねえから。コーラルだとしても、切ってはいなそう。これは二郎だな。二郎で合わせてから水色でいいわ。ああ、ボタン押すか。俺は逃げませんよ。長。30秒とか長すぎる。コーラルもな、移動経路がおかしいんだよな。そうだね。やっぱアドミン強えわ。アドミンマジ助かる。まあロラだな。ロラしてくれれば全然あり、俺っつっても。動作切るっつうか、もう単純に切っただけだと思う。アドミン情報的にもう水色、俺、どっちかになるから、絶対水色が釣ってほしいな。セルフっつって逃げるのはちょっとねえなー。クルーだって主張するならボタン押せよ。これは黄色オレンジは白だな。
ってなるとやっぱショーテキルのどっちかにいるんだよな。これでいい。怒らんやろうから、ナイス、マジナイス、マジでナイス。まあもう釣るかどうかはもう村の判断に任せよ。俺はスキップに入れる。マジ助かるわ。うん、それでいいよ。別に釣りたきゃ釣っていいし。ぐらいかね。これで俺以外を切ってくれたら俺が白になるだけだし。いや、切られる可能性高いのはオレンジか黄色だな。どっちかにはついてよ。距離が長すぎるっつーのは確かに怪しい要素ではある。まあ黄色も保管庫だから近いけど、あんまり疑ってねえな。むしろ切られる位置だと思うわ。門番かな。リアクターかい。いや、死ぬなら黄色かオレンジなんだよな。何してんだ。白アピにしか見えねえんだよな今の動き。ああやっぱね。まあ隠し色できたから保管庫。じゃあコーラルじゃね。
まあ、アドミン情報を信じるならだけどな。そうなんだよな。結局、ショテキルの容疑者なんだよな。まあ、自分の身の潔白はここで一応出しときますか。まあ、容疑者からは外れましたよと。ウェポンからリア。なるほど。で、U ターンか。あ、筋は通るな。まあ、時間的にもまあ納得できるわ。カメラ情報もあるならね。まあ、つってもいいし、つらんくてもいいし。あと、タスクで終わるっしょ、どうも。どっちでもいいわ。釣るか？もうちょっとインポスターいじめたかったけど。じゃあ入れましょう。いやー、アドミンとカメラ組み合わさるときやっぱ強えわ、スケルドは。うん、村が優秀だったな今回。お疲れした。 GG。